こんにちは。学校を運営して管理していく上で必要な、法令等をまとめて、それと学校の中で生じる問題などを一つのエクセルシートの中に埋めたものがあります。それを紹介いたします。学校運営というブログを書いてますけども、学校運営管理対策というブログですけども、このブログの中にここですね、学校管理法令集、これは私の住んでいる県の関連の方ですが、山梨県ではなくてですね、学校関連法令集の方を見ていただくと、ここに様々な法令、教育基本法、学校教育法、施行令等々の、これ PDF ファイルにリンクが貼ってあります。こちらではなくて、ここに、早見表の Excel シートですというものがあります。このような Excel シートです。ここをクリックしてください。そうしますと、 Google ドキュメントの上に置いてある、Excel ファイルに、リンクします。この上では使えませんので、これを一旦、ダウンロードしていただきます。ダウンロードしていただくためには、ファイルの、ダウンロードを選択していただきまして、ダウンロードが開始されまして、ダウンロードが完了すれば、ここに、使っているブラウザーによってちょっと出方が違うかもしれませんが、ダウンロードされたで表示が出ます。ここをクリックしていただいてもいいですけれども、ご自分の PC の中の、通常 C ドライブでしょうか、 C ドライブの中のユーザーの、オーナーが使用しているダウンロード、この中に多分、法令早見表最新というものが落ちてきますので、これを、開いてください。Excel です。開いていただくと、このようなシートが出てきます。横に、縦にというんでしょうかね。ここに並んでいるものが、例えば教育基本法、学校教育法等々の、法令です。いわゆる教育三法関連、その他の、法律、これは本県、山梨県なんですけども、本県に関わる、学校の条例等が並んでいます。で、横にこう並んでおりますのは、こちらは学校の中で生じる諸問題ですね。例えば管理職はどんな仕事をするの、学校のいわゆる教科書、教科用図書っていうのはどんな、ものを使わなきゃいけないのっていうものが、この縦横のマトリックスの中で、ここの各セルに、例えば管理職の、職務であれば、学校教育法の第11条第3条にありますというふうに、置いてあります。で、ここを合わせていただきますと、カーソルを合わせていただきますと、ポップアップが出ますので、この中に、11条では生徒の、懲戒についてはどのようなもの、37条では校長等の職務について書いてありますよということが、まとめてあります。で、これを下にたどっていただきますと、ずっと下にたどっていただきますと、法令とこの管理職の職務に関わる、法令との関連した PDF ファイルに飛びます。ちょっとクリックをしてみてください。先ほどと同じ、ブラウザが開きまして、ブラウザの中で Google ドキュメントに飛びます。で、 Google ドキュメントの方には、PDF のファイルですが、管理職、学校教育法には7条11条などなど、施行法規則にはなどなどという、私がまとめたものの方にリンクして、飛ぶようになっております。これももし必要であれば、プリントアウトで必要であれば、ここのプリントアウトボタンを押してください。そうでなくて、PDF ファイルダウンロードが必要であれば、ここのファイルを押していただきまして、ダウンロードを選択していただいて、先ほどと同じようにダウンロードしていただいて、それを PDF で開いて、ご覧ください。ちょっと戻ります。もう一度こちらに戻りますけれども、逆に横、例えば、学校教育法そのもの、について知りたければ、こちらずっと横へ行きますと、学校教育法の PDF ファイルに行きます。これも、PDF で、同じ Google ドキュメントの上に置いてあります。そこへリンクが貼ってあります。で、この表の上で、例えば学校の中で生じた、例えば職員会議の位置づけなんかということで問題が生じたら、職員会議の位置づけについてはここにあると、ここは、学校教育法施行規則の第48条に、職員会議は校長が主催するものであるというようなことが明記されているということが、書いてあります。というふうに、教会は図書、生徒指導上の問題ですとか、社会奉仕体験活動について、法令でどのように指定しているのかということが一覧になっております。
またこちらにはですね、これ目隠しシートというのがありますけれども、ここに目隠しシートというのがありますけれども、この目隠しシート全く同じものなんですけど、このテキストを真っ白くしちゃったものです。こうなっております。何も入ってないように見えますけれども、カーソルを当てて反転させていただければ、ここに文字情報が入ってます。で、先ほどと全く同じシートです。白文字で書いてあるだけですので。ただ、法律などの勉強に必要であれば、こちらのシートを使ってください。全く同じものでございます。ただ字が見えなくなっているというだけですが、何かご利用できるのであれば使っていただいて構いません。それではありがとうございました。